こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ミルスパーク前に行きそうです。サファイアフォワード、それに続いています。さらにはフラワーパーク、10番フィールドパンサー、その後ろ前に戻りましょう。ミルスパーク先手を取りました。クールタフネス、そのうちに続いています。内からはサファイアフォワード、その外からアナバー、その外にパーソナリティデピニー、並んで10番フィールドパンサー。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはフラワーパーク、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はアナバー、先頭を捉えるか。フラワーパーク粘る、アナバー迫る、一気にアナバー、フラワーパーク、フラワーパーク1着、2着にはどうやらアナバー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら佐賀競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウッドマン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウッドマン花に立ちます。その後ろからは基礎地ゴールド、この馬も上がっていく構えです。さらにはオーディン、7番アニーシュガー、その後ろリバーセキトバ後方に控えました。では前の方からウッドマン先手を取りました。3番ライブリマウント、2番手を追走しています。ミスティーボールド、すぐ後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとライブリマウント、場内ドッと湧いています。並んで8番ウッドマン、すぐ後ろに基礎地ゴールド、さらにはナチュラルカフェ、その後ろにリバーセキトバ、その外からミスティーボールド、その隣にアニーシュガー、その横にマルカ一休、オーディン、この馬もこのグループ、マイリセス、すぐ後ろ、しんがりからセタノキング、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでウッドマン先頭に変わりました。2番手はミスティーボールド、ナチュラルカフェ、3番手ライブリマウント、 B1 です。さあここからどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はウッドマン、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのはライブリマウント、残り 200m、 一気に後続がやってきた。マルカ一休頑張れるか。後続は大きく離れました。2番手はマルカ一休、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ライブリマウント1着、2着はマルカ一休、これが世界の実力だ。ライブリマウント。
さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はフレストシンボリ、フレストシンボリ先頭、2番手は堂島無敵、先頭を捉えるか。ライデンリーダーいい足だ。ここから勝負をかけます。フレストシンボリ先頭、フレストシンボリ先頭、ヤマニンパラダイス、ライデンリーダー伸びません。ヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス1着、2着にはどうやらセイウンメール、見事に勝ちました。ヤマニンパラダイス、ライデンリーダー完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はタイキウインザー、タイキウインザー先頭、2番手はタイキウインザー、あと 200m、 先頭はグローブナンバー、残り 100m、 グローブナンバー先頭、ダンスインザダーク迫る、グローブナンバーわずかに、グローブナンバー体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。